ここはヒマラヤ山脈の上空であります。ヘリコプターが一機飛んできました。乗っているのは篠原博士と助手のマサル少年と博士の娘のマサエであります。よし、ここらでいいだろう。マサル君、着陸してくれたまえ。はい、ブルーン。ヘリコプターは深い緑色の水をたたえた湖のそばに着陸しました。3人はヘリコプターから降りて湖のそばに来ました。先生、この水を調べるのですか？うん、この水は現代の水とは水質が違う。40万年も前の水らしいと言われているんだ。なんでこんなところにそういう古い大昔の水があるのか、その訳が知りたくて私はここまで来たんだよ。あ、あれはお父さん、湖の中から大きなものが出てきます。おお、あれは全盛期の怪獣だ。なんとアルプス山中の地図にない湖の中から3人の前に姿を現した巨大な全盛期の怪獣。怪獣は3人の方へやってきます。お前、逃げろ。おのれ来るか。ガオーギャーギャー。篠原博士、マサル、マサエが危ない。この時です。突如篠原の上空に現れた大物だった。うわー、全盛期の水をたたえた湖の秘密を極めようとする篠原博士、黄金バットがお助けしますよ。怪獣、行くぞ。ヒュー、ゴー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 。黄金丸の名剣を引き抜いて怪獣に立ち向かうオーモンバット。オーモンバットが勝つか、怪獣が勝つか。ゴー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 。オーモンバットの名剣は怪獣の目玉を差し貫きました。これでは怪獣は叶いません。よろめきながら身を踊らせて湖の中へザッブー。大きな水しぶきを上げて沈んでいきました。黄金バットは岩の上に立ってナハハハハ。姿形は大きくても意気地のないやつだ。これで篠原博士たちはゆっくり研究ができるよ。ウォーモンバットさん、ありがとうございます。博士、油断はなりませんぞ。この辺りは今の怪獣よりもっと恐ろしい奴が住んでいるらしいんだから。森から日が暮れてきました。その日暮れの空に山の向こうから差してくる二つの怪しい光。あの光は何だろう。怪獣に違いない。4人は光をじっと見つめていました。ラゴーン、ラゴーン、ラゴーン。奇怪なうなり声とともに姿を現した大きなゴリラのような怪獣。これぞヒマラヤラゴーン、この牛と言われる怪獣ラゴーンであります。ラゴーン、ラゴーン、ラゴーン。おのれ怪獣、来るか。貴様もあの湖へ沈めてくれようか。いざ
黄金丸の名剣の切れ味を見よ。黄金丸と篠原博士たちをかばって行くぞ。ビューンと空中を飛んで怪獣ラムを人差しと迫りました。ラゴーン、ラゴーン、あーしまった。怪獣ラゴンの大きな手はウォーバットウィンズと掴みました。